ハリボー本社入口ハリーボーは、ドイツの製菓会社。世界で初めてグミを開発した会社であり、今も、なお、世界一の発売数、売り上げを誇る、世界最大のグミの製造会社である。マスコットは首に赤いリボンをつけた黄色の熊、ゴールドベアハリーボー本社流通部門ハリボーの工場。ハリボーは1922年に、ドイツ、ボンにて、ハンスリーゲルが設立した。 社名は、ハンス、リーゲル、ボンから、後頭の2文字ずつを取って名付けられた。ハンス・リーゲルは、子供の咀嚼力を強めるキャンディとして、グミを開発した。ハリボーの製品は2003年の時点で、世界100カ国以上で扱われており、2007年現在も、世界最大のグミ及びゼリーの製造会社となっている。主製品は、グミーベーアをはじめとする、グミキャンディー。 落立である。ドイツ国内に5つ、他のヨーロッパ諸国に13の工場、営業事務所はヨーロッパほぼ全域の国とアメリカ合衆国にある。ハリボーのゴールドベアーは創業2年後に製造開始され、元ドイツ皇帝ビルヘルム2世からワイマール共和国が誇るべきものとして称賛された。また公式サイトによるとアインシュタインのお気に入りのお菓子だったという。 創業者のリーゲルは第二次世界大戦中1945年に52歳で死亡。戦後の1946年にドイツに戻った長男のハンス・リーゲル・ジュニア・ハンス・リーゲル・ジュニアが弟のパウルと共に事業を引き継いだ。ジュニアが世界中の製菓会社を吸収しながら事業を拡張していく一方でパウルは研究と商品開発を担当した。ドイツでは 第二次世界大戦中のナチ政権下で強制労働者を使っていた会社が数社あり、ハリボーもその一つだとドイツ連邦議会が主張している。ハリボーはこれに反論し、ドイツ企業による強制労働の生存者への保証金に充てる寄付金の支払いも拒否している。1991年以来、ハリボーの宣伝広告にはテレビの人気司会者トーマス・ゴッドシャルクを起用している。 2006年1月に宣伝契約の長さでギネスブックに掲載された。ハリボーは人気商品ゴールドベアを中心としたハリボー社の巡回式稼働展示を作成し、コブレンツ、トリーア、ゴッドシャルクの故郷であるクルムバッハの博物館で展示された。2007年3月25日から10月28日まではオーストリア共和国、 シュタイアー・マルク・シュー・グラーツの人民博物館にて公開中である。ハリボーのドイツ語の宣伝文句は1935年に作られたハリボー・マクト・キンダー・フロウン・ト・アーバクセンナ・エベンソである。ドイツのテレビ局カーブル・アインスの調査によればドイツで最もよく知られた宣伝文句である。作詞者は報酬として20ライヒス・マルクを受け取ったという。 英語の宣伝文句は、因を踏ませるため、キッズグローナップスラブ・イット・ソー、ザ・ハッピー・ワールド・オブ・ハリボーと変えてあり、フランス語では、ハリボー、セボーラビ、ポアーレグ・ホイ・レプティ、イタリア語では、ハリボー・エラボンタ、チェシグ・スタード・オニエタとなっている。その他の言語の宣伝文句も公式ウェブサイトで読むことができる。日本語の宣伝文句は、キラキラ笑顔、みんなで、ハリボー、となっている。 1936年以来、ハリボーは毎年10月に子供が集めた土地の実やどんぐりをハリボー商品と交換する行事を行っている。2006年は10月12、13日に行われた。土地の実 10kg またはどんぐり 5kg に対してハリボーの商品 1kg を受け取ることができる。集められた好みはリーゲル狩猟場や 他の領住区域に住む動物の冬の間の食料となる。ドイツ及び近隣国から数万人が参加する。1990年代に、ジュニアは、ボッパル都市のヤコブスバーガーホーフにライン川を眺められる、ゴルフコースを設立した。屋敷は1960年代に、ジュニアによって購入され、ホテルとして経営されていた。ハリボーはツールド・フランスなど自転車競技の協賛をする。 ことが多く、2006年までは国際自転車競技連合のヨーロッパツアーの一つで、あるクラシックハリボーを主催していた。2003年10月に西ドイツ放送にて、ジュニアはおいのハンス・ユルゲン・リーゲルが後継者になることを発表。しかし、おいと良好関係が持てなくなったことで、ジュニアは後継者候補を空席とした。 1350人の雇用者を抱えるボン工場はこれ以上の拡張は難しくメディアでは様々な移転計画が取り沙汰されているノルトベストファーレン州内のラインブルックかラインラントプファルツ州のアールバイラーが候補地に上がっている2009年8月3日に共同経営者だった弟のパウルが突然死亡したことで追い立ちから訴訟を起こされる事態となった ボン証工会議所の仲裁を受けたジュニアは会社の経営体制を変化させることにした。パウルの子供たちとジュニアがそれぞれ持ち株会社を設立し、両社が50%ずつハリボー株を保有することとなった。2013年10月15日にジュニアは死亡した。ドイツではハリボーの袋から引いた5つのグミの色の組み合わせで、 運勢を占う占いが大晦日などのパーティーで行われることがある。その解説本はベストセラーとなっている。多種多様のグミ商品が製造されている。日本では三菱食品が取り扱っている。ソニープラザや成城石井などの輸入食品取り扱い店は元より、近年ではコンビニやキオスクスーパーでも販売されている。2009年3月より、 給料かジャパンが取り扱っていたものの一部はドイツ製からハンガリー製またはトルコ製に切り替わっている。日本国内ではハリボーのテレビ CM は行われていなかったが2021年2月から元力士の小林、ニコライ、サイデン、タシロ出演のテレビ CM が放送されている。ありがとうございます。